はい、今、緊急の動画撮ってるんですけど、えー、2分ぐらいで、ちょっとね、平本蓮の記者会見のフル動画を、えー、撮ってるんで、まあ、2分ぐらいからね、ちょっと見てほしい人は、見てほしいなっていうのは思います。で、ね、えー、今もう、ついさっきね、平本蓮が、ま、記者会見を、ま、してたっていうことで、俺、あの、現地の方まで行ってね、えー、記者会見の様子を見てきました。 で、今ね、ま、いろんな、ま、情報とか、えー、憶測とか、ま、いろんなことが言われてます。で、平本蓮もね、まあ、弁護士二人、今、まあ、連れて、ま、いろいろ、あやこうや、今、話してました。で、ね、今んとこ、やっぱり真実っていうのは、まあ、なかなか話せないっていう状況でしたね。で、ね、やっぱり、このね、まあ、件、まあ、ちょっと深いんですよ。まあ、簡単に言ったら、すごく深い。 えーのがあって、なかなかね、この会見では、全部がね、話せてなかったということを、すごく俺は感じましたね。で、ね、えー、俺は現地まで、まあ、さっきまで行ってね、まあ、ちょっと今、記者会見はしてるんですけど、まあ、ちょっとズレがあると思うんですよ。うん、今俺が見てきた、えー、記者会見と。まあ、そういうのは、えー、語弊がね、あるんで、ちょっとね、えー その辺はね、ちょっと考えてほしいなっていうのは、見てほしい方もね、えー、思ってほしいなっていうのは思います。で、ね、いや、本当にね、えー、これは、ちょっと時間がかかる。うん。今が、えー、こうやってね、俺が話せてもすごく時間がかかる問題やなっていうのが、えー、すごく思いましたね。でやっぱりね、えー、弁護士二人を連れて、なんか、 えー、記者のやつもいろいろ、えー、語ってたんですけど、質問とか。うん、なんか、えー、軽い質問ばっかで、俺はもう、記者会見のこの質問を見る前に、俺はもう、フラッシュバックしましたね。うん、なんか、舐めてるなっていう。うん。で、赤澤選手との関係性ですよね。まあ、そのこともつ、ちょっと触れてたんですけど、まあ、これもちょっと時間がかかるな、という。うーん、まあ、 今日のね、会見だけでは、ちょっとね、す、え、べ、ー、てが白か黒かっていうのが、そう、俺はちょっとね、難しい問題かなっていう、うん、っていうのは感じましたね。あと、ライジンライジンが先に記者会見しないのはおかしいやっていう。いや、まずライジンがね、まあしっかりね、ね、えー、ファンに向けて出すべきやなっていうのは、俺はそこかなっていうのはすごく感じましたね。 うん、で、ちょっとね、えー、これまだ現地の近くいるんで、これからまたね、行ってこようかなっていうのは思いますね。うん。ってことで。はぁー、